し揺れる光。海に感謝、海に愛。さて今回はですね、吹田市にあります特定非営利活動法人海未来の事務所にお邪魔しております。そして お話を伺うのは事務局長の彦坂弘久さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この海に感謝海に愛というシリーズはですね、今までこの海の清掃活動をやっている方たくさんインタビューをさせていただいているんですが、海未来はですね、なんと海底の清掃をされているんですか？そうですね、まあゴミは見えないと思うんですけど、陸以上にですね、水の中、水底ですね、海の底にもたくさん実はもうゴミが沈んでるもんですから、そういうものをまあダイバーの力を借りて清掃しようということでですね、15年ぐらい、16年になりますかね、前から活動しております。これね、もしボランティアではなくてですね、この海の底を清掃しようなんていうと、これ莫大な。そうですね、まあ大体こう一人専門のダイバーを雇えばそれなりのこれ金額がかかりますので、まあこういう活動もなかなか継続するの難しいですからね。ですからまあ普段は、ダイビングを楽しんでるダイバーさんにですね、まあある程度ちょっと経験は必要ですけれども、ダイビングを楽しんでられる方にですね、ぜひ今こういう環境保護のですね、ゴミ拾いを手伝いいただけないかということでですね、まあボランティアですることによって、まあこれだけ継続して続けれるようになったわけですね。本当にね、びっくりして、話を聞いてびっくりして見上げた活動だなと思うんですけど、まあ、危険もあるでしょうし、よっぽど皆さんに志がないとできないんじゃないかなと思うんですが、まあ言うほどですね、まあ、確かに初心者のダイバーの方ではね、やはり海の中に入るだけでもドキドキするっていう場面もありますから、やはりある程度の経験は必要ですけども、これはもうどなたでもですね、まあおかげさまでそういう安全管理っていうのは、まあ、ルール作りをしっかりしてですね、そういうところが問題がないように、事故が起こらないようにことはもう心がけてできるように計画はしてますから、まあ普通のダイバーダイビングをされている方であれば、どなたでも参加できるような内容にはなってます。これね、なぜこういうね NPO が立ち上がったんですか？もともとはですね、この釣り場の水中のですね、川口湖、東京のですねのところに、ワームという要するに疑似餌がですねたくさん、まあ、沈んでいるということで、まあ、それを拾ってくれないかっていう釣りの振興会というところから依頼があったところが始まりなんです。ですから最初はもう釣り場の、要するに釣り公園だとかそういうところの落とされた釣り具とかをね、きれいにしようというところがスタートやったんですけども、ゴミって釣り場だけの問題じゃなくてどこにでもありますので、まあ大阪城のお堀とかも含めてですね結構ありますから、そういうようなところをちょっと拡大してですね、できるようにっていうことで、まあ始めたっていうことになりますけどね。たくさんの方がね志を持って海をきれいにしようという活動をされてますけど、その中でねやっぱ海底のこの掃除をすることで、まあ、生態系とかこの海の環境にどういった影響あるでしょうか？まあ実際にはですね、水中のゴミっていうのは、拾われることがないというかそのまま放置されてますので、当然ペットボトルだとかプラスチックゴミっていうのはこれ分解されませんの でそのうちだんだんこう粉砕されてですね、要はもう魚の生態系とかそういうものが誤って食べたりとかですねすることによって、まあ、今マイクロプラスチックの問題もありますけども、そういうようなところから、まあ、我々の、ね、生活に影響する部分も出てくるんじゃないかというようなところもありますし、まあ、実際には本当に驚くほどのゴミが生活ゴミが沈んでますのでね、ですから、まあ、もちろん海の環境にとっては良くないというのはですね、これも見ればすぐ明らかに分かるかと思います。これをねイメージして自分の体内も汚染されてるんだというふうに考えていただければ嬉しいですよね。そういうことですね、回り回ってですねこういう影響を及ぼすっていうことですね、まあ、それともう一つはやっぱり我々ダイバーですので、やっぱりいつも水中の綺麗な景色が見たくて、でまたいろんな魚も見たくて入るわけですけど、そういうものがこれどんどん減少する原因にもなりかねないわけですから、そうするとせっかくの綺麗な海がですね、やはりそういうふうな状態なくなってしまうことが十分考えられることも一つ大事な点だと思いますけれども、今日はね時間短くて本当申し訳ないんですが、最後にメッセージをお願いします。
水中のゴミなんですけども、あの水中のゴミはもちろんダイバーさんいろんな方にですね、あの知っていただいて参加はしていただきたいんですけれども、あの実際にはあのそういう水中のゴミを拾ってあげたりとかですね、あの陸上の周辺 の, あの陸上のゴミもしていただく、一般の方にもたくさん参加していただくようにしてますので、ぜひまあそういうようなところのですね拾い上げるところも一般の方にも見ていただければというふうに思いますので、ぜひねご参加していただければ嬉しいかなと思います。活動について詳しくお知りになりたい方はネット検索海未来、海未来で検索してくださいということで、彦坂さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。夜の虫たち君を巻き爪、潮騒に合わせきしむチャリンコ、二度と戻らない光の夜、腰を